たちはね、先祖使ってたんですよ。石人とか戦闘機とか、象を食っとったんですよ、象、ね、俺たち象を食ってたんですよ。確かに俺は、うん、動物園行くと意外と象を見ている。きっと俺の潜在的なものにね、象、象うまい、象うまいってのがあるんですよ。ね、そう思いませんかって一回言ったらね、女の子がね、私はキリンって言った人がいるんですけどね、そいつの先祖はアフリカ人ですよ、絶対。アフリカから来たはずやね。きっとキリン食ってたんですよ、本当に。ねえ、そんなわけで、歴史と君たちは無関係じゃない。君たちの歴史なんだとしっかり分かっておいてください。日本にはそういう感覚を持ってないんで、アイデンティティがないって言われるんですけど、日本の歴史を学ぶっていうのは、僕たちの先祖の歴史を学ぶんで、君らと無関係じゃないんです。君たち自身の歴史なんです、これ。それを思って勉強してくださいね。過去を振り返るもんじゃないんですよ。